県政フラッシュの時間です。2025年開催の大阪・関西万博に向けて、自見国際博覧会担当大臣が山下知事を訪問しました。自見大臣は県内で開かれている万博参加予定の国や地域、国際機関が集まる国際参加者会議に合わせて県庁を訪問しました。はじめに自見大臣が県が今回の会議のホストを務めたこと、また万博を世界に向けて精力的に発信していることに感謝を述べました。政府は万博に参加する国や地域と全国の自治体の交流を支援することにしていて、奈良県は古くからシルクロードでつながりがあり、友好提携を結んでいるウズベキスタンのサマルカンド州と交流イベントを行う計画です。山下知事は中学生同士の交流も予定していて、万博を生かして交流を深めたいと述べたほか、万博をきっかけに県の観光 PR にも積極的に取り組んでいきたいと意欲を見せました。大阪・関西万博に向けて開かれた国際会議に合わせ、県が主催するレセプションが開かれました。レセプションには山下知事や県の関係者らのほか、参加を表明しているおよそ160の国や地域、国際機関が出席しました。はじめに山下知事は、関西エリアが世界的に大きな注目を集める機会になる、県も万博の盛り上げに貢献していきますと挨拶、その後掛け声とともに鏡開きが行われました。レセプションは2025年開催される大阪・関西万博に向けた国際会議に合わせて行われ、県が参加国などをもてなそうと開かれました。会場には柿の葉寿司や三輪そうめんなど奈良県産の食材や特産品などが並び、出席者は奈良や日本の魅力に触れながら大阪・関西万博に向けて交流を深めていました。ではお知らせです。水辺の生き物や川の水質について専門家とともに楽しく学ぶイベントが開かれます。7月第3月曜日の奈良県山の日川の日に関連して、県では専門家を招いて川での自然体験学習を実施します。日時は7月14日10時からで、場所は飛鳥村の国営飛鳥歴史公園です。対象は県内在住の小学生と保護者50人で、参加は無料ですが事前申し込みが必要です。応募多数の場合は抽選になります。なお当日は川に入りますので、川に入れる服装でお越しください。申し込みは7月2日までで、専用のウェブサイトから応募してください。詳しくは奈良県水・大気環境課までお問い合わせください。人格と個性を尊重し合う社会の実現を目指して、障害に関する体験などをテーマにした作文とポスターを募集します。募集するのは障害に関する身近な体験や自分の思いをテーマにした作文とポスターです。作文では障害のある人とない人との心の触れ合いの体験を綴った作品を募集し、応募資格は小学生以上の方です。またポスターは障害のある人とない人の相互理解や交流を訴えた作品で、応募資格は小学生および中学生の方です。それぞれの応募作品には題名、住所、氏名、障害の有無などを記入した用紙を添付し、県障害福祉課まで郵送または持参してください。9月6日必着です。詳しくは奈良県障害福祉課電話074227-8922番までお問い合わせください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。